ジョン・ブラウン・ゴードンは、アメリカ合衆国の軍人であり、南軍の司令官ロバート・イリー将軍に最も信頼された将軍の一人だった。戦後は、レコンストラクションに強く反対し、一般に1860年代後半のジョージア州で、クー・クラックス・クランの肩書き上指導者と認められていた。民主党員として、1873年から1880年まで、 アメリカ合衆国上院議員を務め、1886年から1890年には、ジョージア州知事を務めた。ゴードンは、古いスコットランドの家系の子孫であり、ジョージア州アップソン軍の父のプランテーションで、12人の子供の4番目の子として生まれた。ゴードン家の多くの者が、アメリカ独立戦争で戦っていた。ゴードンは、ジョージア大学で結出した学生だったが、 卒業前に退学した。アトランタで法律を学び、法廷弁護士試験に合格した。ゴードンとその父は、テネシー州とジョージア州の一連の石炭業に投資した。法律実務も行った。南北戦争後には何年もジョージア州からアメリカ合衆国議会議員に選ばれた。ゴードンは1854年に、ヒュー・アンダーソン・ハラルソンの娘、ファニー。 ハラルソンと結婚し、長く幸福な結婚生活を送った。ゴードンは軍事に関する教育や経験もなかったが、山岳兵中隊の隊員に選ばれ、急速に、順将、少々と昇進した。ゴードン自身は中将まで昇進したと、しばしば主張していたが、このことに関する公式記録はない。ゴードンは、攻撃的な将軍であり、指揮を取るとき、あるいは突撃を率いるとき、 敗北も撃退されることもなかった。1864年、ロバート・イ、e、ーリーからアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デービスに宛てた手紙で素晴らしい大胆さで特徴付けられる最良の順庄の一人と表現されていた。ゴードンは1862年の半島方面作戦で DH ヒル師団の順庄かつ旅団主機関だった。その後半の7日間の戦いでは、 ゴードンが恐れを知らぬ気に、兵士たちの間を歩き回り、敵団がその拳銃の握りを砕き、水筒を貫通し、上着の前を一部引きちぎった。マルバーンヒルの戦いでの攻撃中に両目を負傷した。ゴードンの肖像写真アンティータムの戦いでは、ブラディレインと呼ばれた重要な、くぼんだ道路を守るように将軍に割り当てられ、ゴードンの負傷する習性がその高みに達した。はじめに、 ミニ A 弾がそのふくらはぎを貫通した。続いて2弾目は同じ足の上の方に当たった。3弾目は左腕を貫通した。ゴードンの腕の筋肉や腱がめちゃくちゃになっており、この銃弾で小さな動脈が損傷していたが、舞台の指揮を続けた。4弾目は肩に当たった。部下からは後方に下がるよう嘆願されてもなお指揮を続けた。最後は顔に当たった銃弾が、 左方から顎に抜けて倒れた。ゴードンは帽子の中に顔を伏せて倒れており、帽子に開いた穴から血が流れていなければ自分の血で窒息していただろうと言われた。傷の治療に数ヶ月を要した後の1863年6月、ゴードンは南軍がゲティスバーグ方面作戦でペンシルベニア州に侵攻した時、ジュバルアーリー師団の中のジョージア旅団を指揮した。 その旅団がサスケ花川沿いのライツビルを占領し、そこは南軍の組織化された部隊が到達したところでは、ペンシルベニア州の最も東ということになった。北軍ジェイコブ・ジュイ・フリック大佐の民兵隊が全長1.25マイルの多いのある木製鉄道橋を燃やし、ゴードン隊が川を渡るのを防ぎ、その日は間もなくライツビルの一部に広がった。ゴードン隊は、 バケツリレー隊を結成し、それ以上街が破壊されるのを食い止めることができた。7月1日のゲティスバーグの戦いでは、ゴーオードンの旅団が、北軍第11軍団を、バーローズノールで突き破った。そこでは傷ついた敵の師団指揮官、フランシス・バーローを助けた。この出来事は、二人の士官が後に、ワシントン DC で出会った時にバーローが生き残っていた。 ことを知らなかったという話につながった。この話は、バーローとまたゴードンによって語られ、新聞とゴードンの著作に載せられた。クラークソン・ポッターのテーブルに座って、私はバーローに尋ねた。将軍、あなたは、ゲティスバーグで戦死したバーローの親戚ですかバーローは、なぜかな、私がその男だ。あなたは私を殺したゴードンの親戚ですかと答えた。 私がその男ですよと私は答えた。これら驚くべき告知に起こされた感情について、私のいかなる言葉もその概念を伝えることはできない。死人が現実に蘇ったということは、まさに我々のどちらもそれ以上を驚かすことはできなかっただろう。それ以来、1896年の彼の早すぎる島でゲティスバーグの雷の中で生まれた我々の友情は、 互いに大いに温め合った。ジョン B ・ゴードン、南北戦争の階層多くの歴史家たちは、ゴードンが戦後の著作で誇張しがちな傾向にあったため、またゴードンがその後の荒野の戦いで、バーローと戦ったことを知らなかったというのは、信じられないために、この話を割り引いてみている。オーバーランド方面作戦では、ゴードンはリチャード・イーウェル中将軍団の一個師団を指揮した。 ゴードンは、荒野の戦いでこの戦闘に決定的な効果を与える可能性のある北軍右翼に対する側面攻撃を提案し、アーリーはその日遅くなる前に攻撃をかける自由を与えた。スポットシルバニア・コートハウスの戦いでは、北軍の大規模攻撃を撃退することに成功し、南軍の回送を防いだ。1864年のバレー方面作戦には、 アーリーと共に出陣し1864年8月25日に、ウェストバージニア州シェイファーズタウンで負傷した。南軍の儀士ジェデディア・ホッチキスのこの事故に関する公式報告書では、全く活発な小競り合いが続き、ゴードンは頭に傷を負ったが、彼は勇敢に突進し、血が頭から流れ出た。と書いていた。ゴードンの妻ファニーは、将軍の妻たちが、 時々そうしたようにこの作戦に夫と同行しており、オペクオンの戦いの時は通りに飛び出して、ゴードンの撤退しつつあった部隊に戻って敵に向かうよう促した。ゴードンは砲弾や銃弾が飛び交う中に通りにいる彼女を見つけて恐怖を感じた。シーダークリークの戦いでアーリー軍が敗れた後で、ゴードンはリー軍に復帰し、戦争が終わるまで、 北バージニア軍の第二軍団を指揮した。この任務にある時に、ピーターズバーグ包囲戦の前線を守り、1865年3月25日には、ステッドマントリでの戦いを指揮した。アポマトックスコートハウスでは、北バージニア軍として最後の突撃を指揮し、降伏の直前に前にあった残酷といくつかの大砲を捕獲した。1865年4月12日、 ゴードンの南軍は、ユリシーズ・グラント中将の代理である、ジョシュア・チェンバレン名誉少将に対して、正式に降伏した。クランにおける、ゴードンの正確な役割を特定するのは、非常に難しいが、彼の証言の性格があり、ジョージア州や南部をくまなく常に動いていたこと、また平和と社会的秩序及び白人市場主義を保ちたいという願望を考えると、少なくとも、 ジョージア州のクークラックスクランの肩書き上指導者と考えてもそこそこの角度を持って結論付けられる。たとえそのような場合でもこのテロリストの集団は十分に組織化されることはなかったのでおそらくは地元のクランについてほとんど知識はなく統制もしていなかった。南部の白人が本当にしばしば南部の黒人に対して向けた脅威や暴力を ゴードンが知らなかったということは、ほとんど可能性がないが、ゴードンが単に、他の方法を見ており、社会的平和、すなわち、南部の白人によって、排他的に決められ定義された平和が取り戻され、維持されるならば、そのような過激なことも払わねばならない代価として、容認していたと見るのがよりもっともらしく思われる。ゴードンは、クランのメンバーによって行使される暴力を、 容認していなかったかもしれないが、それが正当化されると考えた時には問題にせず反対もしなかった。この意味でゴードンは南部上流社会を代表していた。彼は白人が統制する社会秩序を保障するためになされるべきことはやっただろうが、それが暴力抜きになされることを望んだ。ラルフ・ローウェル・エッカート、ジョン・ブラウン・ゴードン、ソルジャー、サザナー、 アメリカン P149 ジョージア州政府がアメリカ合衆国への再加盟を画策していた時にゴードンは1868年に知事選に出馬し敗れた。ゴードンはレコンストラクションに対する確固とした反対者であり解放奴隷に対する制限や暴力の使用を含め白人の支配する社会を守る手段を支持した。一般には ジョージア州のクークラックスクランの肩書上指導者、すなわちグランドドラゴンと認められているが、組織が秘密主義だったのでその役割は結論を出せるほどわかってはいない。1871年の議会における宣誓教述では、ゴードンはクランとの関与を否定したが、その目的が平和の維持である秘密の平和警察組織と関わっていたことは認めた。 ゴードンは1873年にアメリカ合衆国上院議員に選ばれ、1879年には元アメリカ連合国に関わった人物としては初めて、その議長も務めた。その翌日、ユリシーズ・グラント大統領から不正行為や汚職で地位を得ていたジョージア州の連邦役人を排除する約束を取った。ゴードンは1880年に議員を辞めて、 ジョージアパシフィック鉄道の事業を推進した。1886年にはジョージア州知事に選ばれ、1891年から1897年には上院議員に帰りいた。1903年、南北戦争の改装と題するその従軍に関する証言を出版した。全国の一連の講演活動にも行った。1890年に 南軍隊駅閉会が組織された時、その初代総司令官となり、死ぬまで続けた。ゴードンは71歳で、フロリダ州マイアミで死に、アトランタのオークランド墓地に埋葬された。記念式典には7万5千人に及ぶ人々が訪れ参加した。ジョン・ブラウン・ゴードンの彫像は、ジョージア州会議事堂の北東庭にある。この国で彼以上に勇敢で寛大で恐れを知らない。 紳士かつ軍人は見たこともない。セオドアリューズベルト大統領彼は経験で謙虚なクリスチャン紳士だった。南部で彼ほど愛されたものを知らないし、おそらくは北部の人々の間でも最も人気のある南部人だった。スティーブン・ディー・リー、南軍退役兵会総司令官。ありがとうございます。